皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。 Hey Big Man。 さあ今日ついにエリア3のボス戦に行くと思います。いかんかったらごめんなさい。ではまずね、3の D から行きましょうか。3の D 攻略したら多分ボスステージが出ると思います。赤く燃える空。大丈夫大丈夫、空襲何燃えてるの。赤く燃える空です。行きましょう。赤ピクミンが大活躍するのかな、このステージ。どういうこと。ひまわりやけど。太陽です。確かにひまわりはね。でも黄色やで、ひまわりは。大丈夫？よし行こうか。さあ、ひまわりがあるこの大地を抜けて、ここ下なんかあるはず。落ちましょう。降りれたらどうなる？あれダメージ食らうだけやったで。あ、赤ピクミンじゃん。何？うわ、火吐いてきたやついるぞ。うわー、真っ赤に燃える太陽。炎ですね。いや、腰抜かしてるけど、君ら平気やん、炎。これどうすんだ、まあ、とりあえず、これ行きましょうか。これ名前なんて言うんだろう、この子。ね。お、怖い、普通に怖い。みんないる？あ、岩ピグミも出てきた。喋る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 。集合、危ない！喋る、喋るを倒せ。倒せ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 。行くぞみんな集合。危ねえ、怖え。よし。うわ、敵いる、敵いる。敵さん倒して。さあ、進もう、進もう。もうめっちゃ怖い。後ろの画面の背景側にね、一応敵がいるから、わかりやすいよね、なんか。いつ炎が来るかっていうのは。さて、またまた進んでいきましょうか。あ、出た！うさ虫みたいな。名前だったっけ、確か。うさぎの虫。ね。おもろ。よし、みんな行くよ。え、あ、ピクミンやられた。うわ、マジか、それ落としたからダメなの今の。そんなバナナ。うわ、うさぎ、マジで言ってるかそれ。はい、とりあえず一旦中入りましょうか。うわ、やってもうだな、マジで。なんかうさぎがいっぱいいる。ふう、うさぎ、おいしい、デリジャス。よし。いいぞ、よし。みんな書いておいて。いなくなった子たちは補充完了です。ごめんよ。ごめんよ、ほんと。行くよ、みんな。よし。さあ、みんなの力を借りて。ここなんか上、待ってね。なんかありそうだね、ここ。行けるところがあるわ。イエーイ、回収。なんか右上光ってるね、ここ。お宝あるな、一個。そのお宝も回収しに行きましょうか。さあ、まずお花、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 お花を揺らそう。よし。今回なんか素で落ちてるキラの数が多い。む、蝶々だ。どうした、ピグミ。襲いかかるか、食べちゃうか、こいつら。イエーイなんだ、その蝶々、原生生物は。行っちゃったよ。ね、ヘイピクミンは本当なんか、あーぶー、うわー、ごめんよ、また一体やられちゃった。お祭りゲーだよね、本当。行くよみんな。ピクミンたちが可愛い。よし、体力回復。これなんか出ていくんじゃん、穴から。よし、よし、まだやっつけろ。ナイスー。これカセット埋まってる。これはこの色からしてスーパーマリオブラザーズだよね、多分。出てきた。イエイ。さあ、まずはゲームカセット。キノコ兄貴の記録。キノコ兄貴。まあ、パッケージ確かキノコを持ってるマリオの、ね、イラストだったからね。キノコ兄貴って言ってるのはね、わからんでもない。さあ、行こうか。やべ、赤ピクミンの数がだいぶ少なくなってきちゃった、今回。ピンチですね。さあ、先行こうか。ウサちゃん、ウサちゃんを。ウサちゃん。ウサちゃん、やられてたピクミン。やべえ！え、赤いの当たるとダメなの？結局。マジでか！ごめんな、ピクミン。俺はゲームが下手くそだ。む。なんだ、ここは。ふむ。バカ、あー、パン、パン、パンもどき。パンもどきにビビるなよ、ピクミン。勝てるぞ、勝てるぞ。でも、投げてもらわないとやっぱ力が出ないとかっていう感じなのかな。わかんないや、ピクミンの生態って。さあ、上のとこ入りたいんだけど、ちょっと待って、ここから行こうか、みんなで。行くよ、ジャンプ、ついてきて、俺に。
ほうほうほう。あ、爆弾発見。来たな。前回使った爆弾ですね。これ使って。はい、飛んでけ。よしよし、いいぞいいぞ。さあ、回復アイテムはまだいらない。行くぞみんな。はい、飛べ。はい、来い。はい、みんな食いてる。いいよーし。素晴らしい。最高だ。さあ、そこも、構成、ビッグミン。弾け飛べ。よし。これ多分、お宝あるエリアだな、これ。行くよ、みんな。はい。若干ピグミの数が足りない気がするけど大丈夫かな。さて、あ、なんだっけ、マッキーだったっけ名前忘れちゃった。お宝ゲット、ルビーの指輪かなこれ。お宝2個しかないんだこのエリアって。猛烈ラブー、赤は情熱の色。いいね。指輪とか俺全然しないからわかんないけど、どうですか皆さん、指輪してる方いいですか。ああいう指輪欲しいですか。で、男の子も女の子も女の子の方が欲しいかな。で、シンプルなやつの方がいいのかな。で、俺もゴツゴツしたかっこいい指足つけてみて。あー、ごめん、喋ってたらごめん、マジでごめん、マジでごめん、ピクミ今のは俺がマジでゴミゴミだらだった。ゴミゲームやめた方がいいかもしれん。ピクミマジでごめん雑談 しながら普通に雑にプレイしてた。雑談雑プレイだった、マジで今のは。雑な男だいたら、ヘイ。よし、追加していこう。9体だった。ピクミン、ありがとう。ついてきてくれて。先へ行こうか。さあ、ウサギちゃん。ここ危ない、ここ危ない。あー、やばい、もう行かれた。もうごめん。一体やられたな、また。いや、もう今回ボコボコだったわ、これ。赤い炎やべえわ。この世界。おっしー。さあ、なんとか攻略。いや、むっちゃむっちゃむずい。本気で。さあ、お宝コンプリートでーす。ナイスー。よくやったよ。はい、ということで、ピクミンすっくねー。心痛えわ。キノコ兄貴の方がなんかすげえキラーの数が多いな。やったぜ。さあ、また広場でなんか動きがあったみたいです。さて、ピクミンは何か見つけたらしいよ。いいね、水辺からなんか見つけたやつ。50キロもある。30キロじゃない、いつもより大きいぞ。いいね。さあ、青ピクミンの仕事ももうすぐ終わりそうな気がするね。え、クリスタルのとこももうちょっとで終わりだしね。来た。広い地下空間に動くキラキラエネルギーの反応がありますよ。ボスだ、ボス。原生生物が、ま、持ってるかもしれません。何とか倒してきてって。任しとけって。そういうの得意だから俺ボス戦の方がいいよね、ほんと。はい。ではではではのでは、今から行こうか、ボスステージ。3の E、地底の暴君。地底にいる暴君。の前にキラキラの泉やりましょう、皆さん。ね、泉でね、パワーを回収しましょう。キラキラエネルギー集めろ。これ楽しいから。これ楽しいからやろう。やどう。集合みんな。なんかいつもと違うぞ、雰囲気が。ねえ。なんかいつもと雰囲気が違う。クリスタルを壊してからみたいな感じになってる。ねえ。ちょっと諦めて、時間優先だな、ここは。これ全部取るの諦めていこう。よし。オッケー。いいね。よし。ガンガン壊せ。ガンガン壊してる。いいよ。よし。さあ、これも壊して、みんなで。勇気とパワーを持っていこう。よし。すごいキラの数だ、今回。いいぞ。よし。全然いい。さあ、ラスト。キラのパワーを感じ取って。よっしゃ。すげえ取ったぞ、今回。いいね。ラストまで行ったじゃん。何キロいった ?300 超えてたよね、今。ウェーイ。さあ、結果発表です。でんでんでん。おー、338。なかなかにたくさん取れました。最高。オリマーが当たっても取れるよね、あれって。多分だけど。オッケー。ではでは、ボス戦行きましょうか。ね、地底の暴君。地面のとこにいるボス、なんだろうな。全然わかんねえ。さあ、行きましょう。暴君へ。さあ、チャッピー、魚と来て、3体目。
行くぜ。何何何さ、この、でもクリスタルが多分ある敵だろうなってのはわかるよね。イワピクミンが出てきたから。ムビーです。背景に長靴、靴、浮かみえる。イワピクミンどうした？どうした？守ってやるよ俺が。めっちゃ震えとるやん。え？何？俺を壁、縦にしないで。え？クソクムシ？みたいな？ワオー！なんかピグミン3の一面のボスみたいなやつだな、こいつ。デーン！そう、勝負だ！さてさてさて、まずは様子見しましょうか。一発投げるか。ダメだ、キーンって弾かれる。危険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 。どう、あ、今がチャンス！おお、腹を壊せ！よし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 。さあ、腹を壊したら次、尻尾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 。みんなで尻尾狙い尻尾。尻尾狙い尻尾狙い尻尾狙い。尻尾狙い尻尾狙い。いいねー。倒し方今みたいな感じかな多分。え？危ない危ない危ない。うわー、みんな尻尾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 。尻尾効いてない。え、ピクミン潰れた今一匹。あー、当たってない、大丈夫？空気かけないで。よし。まだかけないで、空気。空気かけないで。はい。威嚇やめて、威嚇やめて。威嚇。はい。いけ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 、腹の、腹を壊せ。で、しっぽ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 、あとちょっとだ。よし。ほい。また転がる？ほい。避けろ避けろ避けろ。へい。で、聞いてないんだよな、その尻尾アタックだけは。なぜだい？ヒエーン！今当たってる気すんだけど当たってないんだよな。当たってる気がするけど当たってない。おら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 。さあ、とどめていきましょうか。消えろー！よーし！見事撃破！え、すごい！ティアラ出てきた！綺麗！プリンセスだ！これ、妻と娘にあげよう。似合うぞ、多分。めっちゃキラキラしてる。キラキラエネルギーの量やばそうだね、これ。あらーん。さあ、探索完了でした。打ち手の暴君。いいとこでしたね。いやー、でもなんか倒し方がね、今のところ全部シンプルで分かりやすいよね。そんなんじゃ俺はやっつけられねえぜ。はい。さあ、これで、次のエリアがオープンするはずです。お、違う。先に集めたキラエネルギーが18000キラ。やば。宇宙服がさらに強化できるようになって、ライフゲージが5になった。やばくね？少しぐらいのダメージは減っちゃらでーす。ご利用しできまーす。次は22000キラでーす。新たな機能が回復するから頑張ってって。了解。結構、あれやね。さあ、次のエリアからも大きなキラキラエネルギーの反応をキャッチしました。何かの遺跡みたいですね。この星で栄えてた文明があったかもしれませんね。ってさあ、新しいエリアはエリア4。どこ？変なとこ。錆びついた空気だって。砂漠のステージか。ね、これ多分ね。あ、なんかめっちゃ、公園ってかめっちゃ整ってるな。下画面これ。人住んでねえろ、絶対。工事現場やん。はい、では、アミーボやりましょうか、皆様。はい。こっち。アミーボです。今日のアミーボ。これ何がいる？一番人いい。タヌキチか、これ。正解は？タヌキチー。イェーイ、夜道ポイント9、タヌキチエリア行きましょうか。あ、さあ、9、これはやってないやつですね、多分。どんな謎解きですか？キーピクミンと、ねえ。いろんなピクミンがいる。じゃあ、まず赤ピクミンを呼んで。で、どうすんのこれで。これで、わかった。投げて上壊す。完璧では？それで、キーピクミンが来たら、キーピクミン上壊す。で、君を、こうやって壊す。来た、謎解きのプロか？俺は。そして、あとは、このままと、登ってゲットしよう。たぬきちー。今のコースマジでおもろい。こういう謎解きがしたい、ずっと。さあ、ミーボゲットです。フォーエバースリーパー、永眠。ねえ、タヌキチは、永眠。いやいや、よくない、そういうこと言うの。まあ、一生ね、眠そうな顔してるってことだよ。
眠そうな顔してるね。いや、君フォーエバースリーパーだねっていう。そういうことみんな。悪口じゃないからね。はい。さあ次。ん?イカボーイか?これは。はい。寄り道ポイント12。これもやったことないやつです。行きましょうか。12ポイント。なんだこれは。む。あ、出た!葉っぱ使うやつ。葉っぱ?これね、一番上じゃないってことがミソだから、ね、4体だな。こう。はい。神。4体ずつ飛ばす。こういうね、こういうのプロゲーマーって言うんですよ、皆さん。プロゲーマーではないな。もうパズル君うまいねってこと。要は。いいね。よし!ということで見事、攻略完了!イカボーイ!ねえ、スプラトゥーン。スプラトゥーンしたなんだ、久々に。ねえ。スプラトゥーンは神ゲーですので、皆さんね。やりましょう。さあ、ウォーターボーイ!水鉄砲を持っている少年だってわかるのかな?やったね。さあ、アミーボもう一個だけやりましょうか、今日は。はい。さあ、出てくるのは誰だい?でんでんでん。何これ今の。え?オリバー出てきた!自分?え?自分の名前どうすんだろう?え、私。うん。イケてる。イケてる私。なんだろうな、名前。どんな名前つけるの?さあ、アミーボゲットでーす。立体記念写真。あー!そういうこと、自分の立体。やだな、でも、自分の立体の写真っていうか、そういう像があったら、俺は無理だわ。ね、作られることはないけど。ね。はい、というわけで、図鑑見ていきましょうか。じゃあ、まず、原生生物から見ていきましょう。今回出たのは1匹だけですね、新しいやつ。焼き、ダマコキン。で、タマコキンとかいう、なんか、ピクミン2で出てきたの、機械のやつの親戚か。あいつやばいよ、ほんと。体の半分が機械に究極進化した生物。敵を見ると大きな弾を発射する。もはや生き物なのか兵器なのか。ねえ。もっと優しく進化したいものだ。いや、こいつ強えよ、マジで。ほんと。はい、次。あと見てないの、ボスだね、これ。来た。大玉、よろひ、うろこ。ね、これですね。転がる虫かです。体を覆う鎧で、あらゆる攻撃を跳ね返し、うろこ状の足で壁も自由に移動する。変な敵。かなり攻撃的で巣に入り込んだものをとことん追い詰めるが、頭隠して尻隠さず、腹部と、ゴブ後ろの、弱点を目立つピンク色でむき出しにしている。進化は時にいたずらをするようだ。ね。おもろ。もろわかりやからな、あの弱点。さあ、今回お宝3つだけですね。見てみましょうか。まず、キノコ兄貴ですね。これはすごいものを見つけてしまった。表の絵は、おそらく歴史的なワンシーンだろう。キノコを手にした兄貴を中心に様々な人物や動物が生き生きとドラマティックに描かれている。中を解析するのが楽しみだと思ったら、ドルフィニ動きがひどかった。ノイズでデータが読めないようです。と。くぅー神ゲーだぞ、マリオ。はい、次、猛烈ラブ。私は安月給3ヶ月を握りしめて、宝石屋へ飛び込み、1年前から狙っていた真っ赤な宝石の指輪をゲット。そのまま彼女の待つ橋のたもとに着いたとき、転んでしまい、弾みで指輪を川にドバン。私は追うようにダイブしてキャッチ。びしょびしょで、彼女に決め台詞を言おうとしたとき、目が覚めた。猛烈な夢だった。これオリバーのさ、プロポーズの瞬間かと思ったら全然違ったわ、夢か。情熱的やな、オリバーと思ったのに。次、ドヤ顔プリンセス。仕事で娘の誕生会に遅刻したことがあった。謝りながらプレゼントを出すと受け取りながら、パーティー終わったよ、明日もパーティーと、しょうがないので次の日もケーキとプレゼントを買って、ああ、私は娘の手のひらで踊らされているのかもしれない。でもそれでいいのだ、私のお姫様なのだから。オリマーいいこと言うね、まあ、自分の娘は可愛いやろね、ほんと。さて、では見ていきましょうか。立体記念写真かな、これ。まずすごいよね、これ。おお、なんと私が大きな人形になっていた。ピクミンも一緒で誇らしい気分だ。ん、さっきからドルフィン2号機は私の姿が見当たりませんが、とうるさい。ねえ、私だってどんなからくりで選ばれたかわからないのだ。うん、ともかくどこの誰かありがとう。ねえ、すごい写真が、写真だよな、これ。写真じゃないけど。はい、次、タヌキチですね。ホイバースリープ。眠い目をした動物の人形で、暖かそうなセーターを着ている。暖かいから眠いのか、元からそんな顔なのか不明だ。私の場合、ただ目が細いだけで眠くはないよって。ね、タヌキチ昔はね、なんだっけ、裸エプロンだったから。ね、立派になったもんだよ。さあ、次、イカボーイ。
ウォーターボーイ、水鉄砲を構える少年の人形だ。そういえば少し前、私の大好きなピクピク人参クッキーを息子が水鉄砲でびしょびしょにした。とっさにガミガミ怒ってしまったが、ほこたて製に帰れたらさっぱりと水に流してあげよう。ね。ね、やっぱもう会えないって思ったら、そういった最後の記憶というか、なんかちょっとした悪いことしちゃったなっていう気持ち、なんかすごく出てくるよね。謝りたいっていうね。だからみんなね、あの悪いことはせずにね、いいことだけして過ごそうな。ええこと言ったな、今日も。当たり前のことや。はい、というわけで終わりましょうか。さあ、ついにエリア3も攻略しました。さあ、次はエリア4。多分そろそろあのピンク色のピクミンが出てくるかもしれません。ね、次回お楽しみに。それでは次回の動画でお会いしましょう。おっとよ。